上田美ゆき死刑囚は、鳥取県で2009年に知人男性2人を借金の返済から逃れるため、睡眠薬を飲ませた上、海や川で溺死させたなどとして強盗殺人の罪などに問われ、2017年に死刑が確定していました。法務省によりますと、上田死刑囚は、昨日午後4時過ぎ、収容先の広島公地署の居室で、食べ物を喉に詰まらせ、むせた後倒れたということです。 職員が口から食べ物を取り除くなどしたものの意識がなく、救急車で外部の病院に搬送されましたが、およそ2時間後、死亡が確認されました。死因は窒息でした。遺書などは見つかっていないということで、法務省は自殺ではなく、喉に食べ物を詰まらせたことが原因と見ています。